見てください、とっても可愛いですよね。なんだかほっこりします。今回の姫路の広場は姫路の工芸品にスポットを当てます。書写山のふもとの竹林の中に姫路市書写の里美術工芸館はあります。館内へ入るとたくさんの泥仏たちがユーモラスな表情で出迎えてくれます。これらは奈良東大寺の長老であった故清水光晶氏が全国の著名な窯元で制作したものです。光晶氏が絵付けした壺や皿、書画なども展示されています。ここは姫路や播磨の美術工芸品を紹介する施設なんです。2階の工芸工房では姫路の伝統工芸品を展示しています。甲冑師の技を受け継ぐ明珍火箸風鈴、柔らかな風合いと繊細な柄が美しい姫川細工、土日や祝日には名工たちの熟練の技を見学することもできます。めでたい縁起物として知られる姫路こま、ユニークな表情がとても楽しい姫路張り子、そしてこちらは白木の木目を生かした素朴で愛らしい姫山人形です。まずは姫山人形の起こりについて教えていただけますか。はい、まあ、海の親である佐野先生がね、昭和22年に市から名城姫路城にふさわしいお土産ができないかということで生まれたのがこれなんですけどね。姫山人形の特徴というのは、やっぱりこう材料ですね、木曽ヒノキですね。まず木目がね、一律で綺麗ですね。で、柔らかくて作業はしやすいです。表情がとてもこう穏やかな顔をしてるじゃないですか。それもやっぱりこのお人形の特徴なんですか。モデルさんが赤ちゃんだそうですよ。だから僕らも作るのに一番苦労するのはほっぺたですね。やっぱり赤ちゃんのようにぷくんと膨らすことね。普通にしようとなるともう大人の顔になって、はい、だからどれ取ってもらってもほっぺたぷくんと、そこにちょっとこう愛らしさみたいなものが。そうですね、はい、うん、山本さんがこの姫山人形を作ろうと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか。きっかけはですね、何気なくドライブをしている時に佐野先生の個展に出会ったんです。で、大きな木彫の周りに足元にこれがね、生徒さんたちがいっぱい作ったやつが何十とこう並んでたんです、はい、でかいやつ要しませんからね、やれると思いませんからね、はい、これならやりたいと。で、そこに入門。先代からはどのようなことを教わったんでしょうか。佐野先生、人柄も良かったですけどね、無口だったんですよ。それ困りませんか、お姉さんとしては。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。だからね、毎週出来上がったものを、はい、刃物と一緒に先生の前へ行くわけですよ、はい、直してくださいお願いしますって、うん、だからね、こう一応直してもらうんですけどね、ちょこちょこっとやって、うん、はいこんな感じって、それの繰り返しですよあとはね、刃物はよう言われましたね、はい、刃物は研いでください。自分の刃物を研いだやつを持っていくじゃないですか、はい、切れへんかったらね、教えてくれないんです。それはもうやる資格がないぐらいのなるんでしょうね。だから研いでくださいよって言って、うん、研ぎなさいよって口癖のように言われましたね。これは教材でもあったわけですね。教材、木彫が好きな人の教材でもあったんです。うん、それはもう真剣に習いましたね。やめようと思ったことは一回もないですね。姫山人形一筋です。それはどうしてなんですか。そこそこ難しいからでしょうね。簡単だと飽きるじゃないですか、はい、やっぱりより可愛くするには結構難しいので、あとやっぱ木曽ヒノキの素晴らしさでしょうね。日本の木ですね、はい、日
ハマキ。日本の木で、日本の浜のね、持ってね。うん、両方とも日本だけのものです。これぞ名城にふさわしい姫路の工芸品です。現在、書写の里美術工芸館では、ある焼き物の特別展が開催されています。それは東山焼きと呼ばれています。東山焼きとはどのような焼き物なのか教えていただけますか。はい、江戸時代のですね、後期にですね、姫路藩で直営で経営していた窯があるんですね。そこで作った焼き物を、東山焼きというんですけども、20年ぐらいでね、もう衰退してしまうという運命になっていったという。当時の藩主は坂井家、将軍家との縁談がきっかけで献上品などが作られ始めたのだとか。厳密に言えば、実はそれ以前からも姫路市の南東部の方ですかね、はい、東山というところで民間の方でね、作ってたものを藩の偉いさんがですね、その釜を姫路城の横に男山に持ってきて、京都からもすごい立派な先生を呼んだりするんです、はい、で陶工さんもこう育てまして、すごくレベルの高い焼き物文化が栄えたというのは事実なんです。その東山焼きなんですが、はいはい、どういった特徴があるのか、はい、中国の陶磁文化をモデルにしたり、当時の京焼きですね、それから伊万里焼き、そういうところのものをこう取り入れるんですが、播州らしさっていうのをこう出さないといけないということで、これ何か分かりますか。姫路市のマークですよね、はい、ね、よくご覧いただくと、この花瓶の耳がこれとほぼ同じ持ち手のとこですね。姫路城はもともとこの白鷺城って言いまして、白鷺がまあシンボルで、その白鷺をデザイン化してイメージしたものが東山焼きのこの姫路色って言いますかね、地域色のためにつけました、うん、まあ東山焼きがこの姫路市のマークのね、発祥じゃないかとも思ったりもするわけなんです。鷺耳って言うんですけども、こういったあの耳はいろんな作品についてますので見ていただくことができます。でそれからですね、播州のゆかりの風景をね、描いてるんですね、お皿とかに。千葉八景といいます、千葉地区の8つのそういう景色、木場の風物を描いた火鉢なんかもございます。でそういった絵を見ていただくとね、ものすごくね、精巧にね、細密描写、もう日本画を見るようなね、そういうすごい腕のある陶工さんですね、描いておられるのも分かりますし、もう一つね、面白いのは外国人をちょっとモデルに描いた作品があるんですね。そこにローマ字で東山って書いてるんです。今東山焼きってこれ言ってますけど、実は東山焼きっていう言い方も明治以降にどうもこう慣例としてそうなったような形で、なかなかね、しっかりとしたその説があるわけじゃなくて、そういう意味で、その当時作られた作品の中に東山ってこう書いてることは、当時の職人さんも含めてそういう言い方をしてたという、そういったあたりも見ていただくとね、面白いかなと思いますし、全体見ていただくと、やはり造形にしてもその衣装にしても、ものすごく精巧、技術のすごい匠の技といいますかね、そういったものを感じていただけますし、お殿様のねために頑張って作ってたんやなっていうのは分かっていただけると思います。本当にわずか 2,30 年の間にこれだけ水準の高いものが作られてたっていうのはね、本当に誇らしいものですし、現代にもこういうデザインの形が一つ置き土産で残ってますのでね、そういった意味で昔の文化にやっぱり我々現代に生きるものもつながっているようなね、形で、今回展示を見ていただいて、なおさらその郷土文化とかに関心を持っていただけたらありがたいですね。復活した工芸品もあります。かつて書写山で使われていたという朱塗りの塗り物、書写塗りです。明治期に途絶えたというその幻の漆器が10年前現代によみがえりました。書写塗りとは一体どのようなものなのか教えていただけますか。書写山という天台宗の別格本山、後白河法とかいろんな著名人が来られておもてなしするのに朱のお膳で振る舞うという、昔で言うたら朱は高貴な色なんで、特別な方に
こうおもてなしをする、うん、江戸から明治にかけて作られてたお椀なんですけどね。高貴な朱の赤を使った漆の器、そのルーツはどこにあるのでしょう。まあ、いろんな伝説がありますけど、根室の職人が秀吉討伐で、諸者の麓に来て、伝えたという説もあるんですけど、それより古いお椀が出てきてるんだ。それに、マニデンの柱、鏡板、すべてその朱で漆を塗ってるんですよね。20年前、岡田さんは地元の職人たちとともに諸者塗の伝承協会を結成しました。地元にはすごい漆塗りの文化があったんで、誰ど復活できんかないうので声をかけていただいて、それで生地師、塗り師、すべてそういう方らと共にこうやっと復活させている。それが10年前のこと。その探求心は今も変わりません。追求していきょったら、よりすごいお椀として分かってきたことがたくさんあるんですよね。今でも諸社団のね、受領員さんで精進料理をね振る舞っていただいて、これ昔の江戸時代のままのお椀でもてなしとってるんですけども、壊れないんです。これが江戸時代から明治にかけて作られたもんですけども、ここにね麻布のね形が映ってるんです。この布目がこの布目なんです。こう落としてもね割れない。やっぱり昔は長持ちするように職人がね工夫してね作ってるんですよね、はい、生地固め言いまして、生地の中に生漆をすり込む。で布を犠牲をして砂のような粗地での段差をなくしていく。錆地、これトノコで3回で下塗り上塗り、そういう風により強く作ってるんですよね。こうやって復活をしてみて、その岡田さんご自身何かこう、いやもう私にとってはこんなねすごいお椀を研究させていただいて、ましてこの古代集いうのは今文化財しか使わない、はっきり言ってこの塗りにくい、手ごわい漆なんですけどね。そして古い器からはこのようなことも。ハケの方言ってんだ、この職人さんの癖です。あなたはこういう風に塗ったなという、江戸時代の方と私がそのもので会話ができるという、楽しいですよ。結局まだまだね先人たちの技にはまだ程遠いんやけど、少しでもね近づいたと思うんです、はい、だから私は堂々とね今回20年で格式いう名前をつけたんです。この格式いう名前をつけるいうことは相当勇気がいるんです。どこに出しても恥じないようなお椀、はい、私は絶対江戸時代の職人には勝てない、そういう気持ちでね常におるんで、修行、ずっと修行しとかんと、はい、あかんなって思うしね。技を極め高めていく、そしてより多くの人に愛されるものに。工芸品には職人たちの魂が詰まっています。